北海道東日本パス北海道東日本パスは北海道旅客鉄道東日本旅客鉄道が共同で発売する特別企画乗車券である JR 北海道 JR 東日本青い森鉄道 IGR 岩手銀河鉄道北越急行の各鉄道線の快速普通列車の普通車自由席並びに JR 東日本の BRT が7日間乗り放題となるフリー切符である。JR 北海道線 JR 東日本、JR 北海道、青い森鉄道、IGR、北越急行の5社の鉄道線の快速列車と普通列車の普通車自由席並びに JR 東日本の BRT が利用でき、乗り降り自由となる。 利用者1名が利用開始日から連続した7日間での利用が可能。春、夏、冬に発売されている。通用範囲は、甲信越、関東、東北、北海道の4地方にまたがっており、新幹線や特急列車こそ利用できないが、感染的な路線が多い通用各車線により、これらの地方の広範囲な自由旅行を可能とし、同時に、世界遺産の日光、 平泉をはじめとする観光地、東京ディズニーリゾートといった人気テーマパークも沿線に含んでおり、おおむね日本の約半分の旅行が可能である。上記以外の設備を利用する場合は運賃のみが有効となり、が、それぞれ別途必要となる。原則として、普通列車のみ利用可能であるが、一部例外として以下のような利用も可能である。性格が近く、 発売と利用期間が重なる青春18切符との比較では、下表のように本県の方が1日あたりの単価や利用可能路線、種別の面でのメリットがあるが、他方利用エリアが限定される複数人利用ができない、利用日が連続した日付でなくてはいけないなどのデメリットもある。また、稚内駅枕崎駅間を在来線だけで移動する場合は、 青春18切符だけだと移動が厳しいため、青春18切符と北海道東日本パスの組み合わせの方が良いこともある。2010年春季までの浜那須自由席、乗車追加料金不要時の切符2017年春季、発売分現在、以下の特典は廃止された。普通、快速列車のグリーン車自由席にはベッドグリーン券を購入すると乗車可能であるが、 中央ライナー、オウメライナー、ムーンライト H5、SL 版越物語をはじめとした、普通列車グリーン車指定席は利用できない。また、ホームライナーなどの定員制の列車にも、整理券、ライナー券を購入することで乗車可能。リゾート白紙、ムーンライト、新州や快速、エアポートなど、普通、快速列車の普通車指定席は、指定券を購入することで乗車が可能。 2010年春季までは有効期間が利用開始日から連続した5日間で急行ハマナスの自由席に限り追加料金なしで乗車可能であった。2010年夏季以降に関しては発売価格は据え置きされながらも有効期間が利用開始日から連続した7日間に延長され急行券、指定席券、信頼券など所定の料金券を買うことにより 急行列車にも乗車可能となった。ただし、従来本切符のみで利用可能であった行ハ浜那須の自由席についても別途急行券が必要となり、この列車の利用者に限れば事実上の値上げとも取ることができる。しかし従来は利用不可であった指定席、寝台が実費のみで利用できるようになった。以下の区間では区間内の相互発着の場合に限り、 本切符のみで特急列車の普通車自由席に乗車できる。いずれの路線も特例区間外にまたがって乗車した場合、また特例区間内であっても普通車自由席以外の座席を利用する場合は乗車した全区間の運賃、料金が必要となる。特例が適用される、例特例が適用されない例2016年3月26日より、北海道新幹線については、 新青森新函館北と総合間に限り特定特急券を別途購入すれば乗車することができる。なお、例外規定については特別急行券特急料金不要の特例区間も参照されたい。ただし特例区間を越え東北新幹線にまたがって乗車した場合、また特例区間内であっても普通車の空席以外の 座席を利用する場合は乗車した全区間の運賃、料金が必要となる。特例が適用される、例特例が適用されない、例発売は、JR 北海道、JR 東日本の緑の窓口設置駅、旅行センター、旅行代理店などで行われるほか、JR 北海道、JR 東日本の指定席券売機でも購入可能である。発売条件について、 2020年の事例を以下に説明する。発売及び利用可能期間と主な変更点を記す。年をまたぐ登記を含むため、年表記は発売開始日を基準とする。ありがとうございます。